芝航路橋は、神奈川県横浜市金沢区に架かる国道を357号の橋梁で、金沢八景を大橋、マリンゲートと共に八景島と対岸を結ぶ橋の一つである。神奈川県内の国道357号は1977年に、都県境と金沢区芝町の間が都市計画決定され、その後1988年に、都県 堺横須賀市夏島町間に変更された。金沢芝町交差点から南進し、全長約630メートルの芝高架橋、260メートルの芝高路橋、110メートルの八景島トンネルと、その先200メートルほどの土工部までは1993年に暫定開通した。八景島の島内は一般車両の乗り入れはできず、この区間は横浜。 八景島シーパラダイスへの観光バス及び関係車用歩行者のみ通行可能である。島内には宿泊施設があるが、歩道はテーマパークの閉園時間は閉鎖される。八景島以南は全長約600メートルの金沢高路橋、1600メートルの夏島高架橋を開始をい浜夏島線と接続する計画である。2018年2月19日、 国土交通省はこの区間の建設に向け、夏島交差点の改良工事に着手する旨を関係自治体に伝えた。福浦川より、八景島方面を望む金沢シーサイドラインから望む芝航路は、芝漁港及びヨットハーバーと東京湾とを結ぶ幅110メートルほどの航路で、漁船やクルーザーなど小型船舶の航行が多い。埋め立て地内を真南に進んできた。 国道357号は、元橋にってやや西に緩くカーブする。建設にあたっては、航路限界の確保、また八景島トンネルの試行記面校などの制約から、コンクリート橋は建設できない。桁橋、アーチ橋、シャバリ橋の3案から検討した結果、航路の制限や、経済性など、構造的な合理性からシャバリ橋が採用された。デザインの選定には、 学識経験者や関係機関による景観検討委員会が設立され、港湾のゲートとしての性質を持たせるものの、横浜ベイブリッジのような高いシンボル性を持たせるより、周囲の景観に調和させ、テーマパークの脇役となるようシンプルな意匠とする基本方針が示された。首都の構造について、ケーブルを中央分離帯に一面張る場合と、両サイドの路側帯方向に二面張る場合で、 検討した結果、一面では、首頭一本、二面では、エ字ジ型ラーメン構造が望ましいとの評価が得られ、元橋ではケーブルを一面とすることが有利と判断された。ケーブルの形状は、八本を等間隔で貼る、多段ハープ型、手刀から橋桁に向かって広がる、多段ファン型、太系ケーブル三本を使用した、ハープ型の3案が検討され、経済性、 思考の容易さ及びカーブ区間の走行車両の視覚的圧迫感から最終的に首都を一本テーブル一面の多段ハープ型が採用された。高さ45メートルの首都は八景島側に建てられ対岸の福浦側との間の島町は150.3メートル。航路部分の桁下は9メートルの高さが確保された。反対側の島町は 八景島内の橋脚まで75メートル、その先の土後部まで34.4メートル。車道は往復角に車線で、両側に幅3.5メートルの樹脂モルタルから舗装された歩道がつく。宝重は3761トン。ありがとうございます。